ほら、どうも、生物観察の鬼です。鈴木です。こちらの金魚はアマゾンで餌用に売られていたものですね。ちなみに金魚はフナの仲間ですね。大陸にいるフナが原種だと言われております。今日はこちらの金魚という名のフナを水槽で飼ってる肉食魚に与えていきます。この子たち腹ペコなんですよ。3日ぐらいもう何も食べてないんですね。見てるとお腹がちょっとへこんできまして、腹ペコの状態です。ほら、こっち見てますね。物欲しそうに見てましたね。今もうなんかくれっつってね、こっち見てくるんですよ。ちわってくるんですね。このようにグラスに入れた金魚をこう近づけてやると、ほら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 、めっちゃ物欲しそうに見てくるの。ほら、飢えてるんですよ。もうほら、早くくれっつって。可愛いでしょ。こうやって餌近づけてやるとね、もう欲しそうに見てくるんですよ。特にこうちっちゃい子が食べ盛りでね、ほんと可愛いんですよね。今日はこの食べ盛りの鈴木ちゃん、シーバスとも言うんですけども、この鈴木に金魚を与える。うい、めちゃくちゃ飢えてそうなんで、これ一気にね、ドバーッとあげましょう。ほらほら、どうだ、食べるか。おお、でかいやつも動き出したね。おお、あ、食らいついた、くわえた、パックリいった。あー、飲み込んだ。あ、ちっちゃい子も食べましたね。ちょっと金魚でかすぎるかなとか思ったけど、普通に食べますね。おお、食べた食べた食べた。やっぱお腹空いてたんですね、おっきい子も。メバルもちょっと、メバル、あ、メバル、メバルが金魚、メバルが金魚飲んじゃいました。あの、コメバルも飼ってるんですけど、メバルも金魚飲み込んじゃいましたね。うん、メバルも金魚食べるんじゃん。おー、食べた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 。お腹空いてたんですね。ほら、わかります？あそこメバル。もうばっくり飲んじゃいましたね。自分の体調の半分ぐらいの金魚を飲み込んでしまいました。あ、今、あの、大きい子が食べましたね。ほら、あ、口の中からちょっと金魚が覗いてました。あー、残酷。お、食べた食べた食べた。おっきい子も食べますね。普段この子たちにはメダカをあげてるんですけども、このこっちのおっきい子にはメダカちょっとちっちゃすぎるんですよね。それで最近は金魚も与えるようにしております。なかなかね、お腹が満たされないんでね。もしこの金魚が死んでしまったら、こちらの車エビの餌になります。これはスーパーの鮮魚コーナーで買ってきたやつですね。さすがにこんだけ大きかったら鈴木に捕食されることもないので、一緒の水槽で飼ってます。メバルがまだ金魚くわえてますね。ちょっとでかすぎたんじゃないのかな。ねえ、すごいね。どうもですね。メバルも狙ってるか、咀嚼してますね。もういいかな。何匹か食べて、ひとまずお腹が膨れたんでしょうか。お、いったいったいった、くわえた。あー、飲み込んじゃった。まだ飲み込んじゃった。まあ、この大きい子は餌の要求量が多いんですね。お腹がポッコリしてきましたね。胃袋の中に金魚が詰まってきてます。いいよ、もっと食べて。バコー言っていいよ、バコーと。全部食べていいからね。ちなみにメバルはまだ金魚をくわえて飲み込めずにいますね。ちょっと飲み込むのに難儀してる感じですね。でかすぎたかな。金魚、おー、いった、おー、いった、吸い込んじゃいましたね。わー、またいった、わー、またいった。どんどん食べますね。もりもり食べますね。この子もお腹が空いてたんですね。メダカじゃ腹の足しになりませんもんね、この子は。メダカだとどうしてもね、この子が物足りなさそうなんで、金魚をあげてみたんです、この間。そしたらね、食べてくれたんで、今回もアマゾンで金魚を購入して、与えてみたんですよ。わ、口からまだ金魚が覗いてますね。飲み込んだ。あ、飲み込んだ。あー、まだ残っとる。オレンジ色のものが覗いてましたね。まあ、そのうち飲み込んじゃうでしょう。メバルは相変わらず食わえたまんまですね。メバルに飲み込まれた金魚はまだ生きてるようで、ほら、尾びれが動いてますよね。残酷でちゅねー。金魚たちは逃げようとしてますが、もう逃げることはできません。この狭い水槽の中ですから、追い詰められて捕食されてしまいます。まだ口の中から金魚が覗いとるね。私、ルアーでスズキを釣ったりするんですけども、スズキを釣るとね、口の中から食べたばっかの小魚が覗いてたりとかするんですね。場合によってはね、その食べてた小魚吐き出しちゃったりとかするんですよ。すぐには飲み込まないのかもしれませんね。メバルがもごもごしてます。飲み込めるかな、メバルちゃん。メバルちゃん飲み込める？もうあの金魚一匹飲み込んだら当分餌あげなくていいですね、あのメバルは。もうお腹いっぱいかな。もうお腹いっぱいでちゅか。もっといっぱい食べてほしいんですよね。もりもり食って太ってほしいんですよ。あー、あのちっちゃい方の子もだいぶお腹がパツパツになってきてますね。メバルはまだもごもごやってます。見込めんのちゃうか。もういい？もういいの？いいんでちゅよ、まだ食べて。お、あ、またちょっと食い気あるっぽいね。今狙っとったね、こいつ。追っかけはしませんけど、目の前にふわっと金魚来たら食べるつもりなんでしょうね。金魚もね、鈴木から距離を取ろうとしてます。真上から見るとね、ちょっと離れてるんですよ。もう口の中からオレンジ色のもの覗いてませんね。胃袋いっちゃったみたいです。メバルはまだもごもごやってます。見込めるんかな、大丈夫かな。詰まらせて死んだりとかやめてよ。おー、すごい、めっちゃお腹ぽっこりしとる。なんかちょっとゴツゴツしてますね。お腹いっぱいかな。あ、食べた。
あ、食べた。なこと言ったら食べた。ばっこり食べちゃいました。まだ食い気はあるみたいですね。あー、なんか食われた金魚から剥がれ落ちた鱗がなんかキラキラしてます。綺麗ですね。メバルはまだもごもごしてます。苦戦するね。おー、また、あー、吐き出しちゃった。あー、食べた。また食べた。まだ食べるのね、ちっちゃい子も。まだ食べるんか、お前。ちっちゃい方の子は結構食い意地張ってるんですよ。あ、もう飲み込んじゃいましたね。お、行った行った。あー、逃げられちゃった。あ、行った行った行った。一回逃げられましたけど、ちゃんと飲み込めましたね、二回目は。お、行った。弱ってフラフラしてたやつを行っちゃいましたね。肉食魚は結構弱った魚を狙うんですよ。弱った魚の方が逃げられにくいですからね。なるほど、よくできてます。メバルはまだ金魚を飲み込みきれずにいます。大変でちゅね、メバルちゃん。じゃあ次はこっちの子にも与えましょう。あの子はちっちゃいんでね、ちっちゃめのやつを選抜してあげよう。あ、メダカも入ってる。ちっちゃめのやつを、よし、この辺のやつらを入れてみようかな。ほっ、どうだ、食べるか。おお、ちょっとそわそわしとるね。食べてくれるかな。食われとるかや。あー、一匹減っとるな。食べるんだね。追加。的が増えれば食いやすくなるだろう。この子なかなか警戒心強いんですよ。簡単には食べてくれないんですよね。あー、逃げられた。なかなか食べんね。警戒心強いんだな、この子は。ちょっと金魚がでかいのかな。あー、狙っとったね。完全狙っとったね。おー、いった。おー、いった。いった。飲み込んだ。ようやく食べてくれました。多分この子には、この金魚たちちょっと大きいね。ちょっと大きいので、口に入るかな、うまく食えるかなつって躊躇しちゃうんでしょうね。それで金魚狙って金魚の方にスーッと行くけども、くっついてターンしてしまったりとかね。それで結構迷ってたんでしょう。本当はこれよりももうちょっとちっちゃいサイズの金魚が欲しいんですけども、売ってないんで食べないこともない感じですね。多分部屋暗くしてほっといたら食べてくれると思います。どうやらメバルはちゃんと金魚飲み込めたようです。すごいね、あのサイズを飲み込めるのね。車エビのためにメダカを入れておいてあげました。車エビメダカ食べるんでね。めっちゃ狙ってますね。狙ってます。おー、捕まえられなかった。狙っとる狙っとる。あーあー、捕まえられんかった。逃げられた。おー、あー、逃げられた。惜しかったね。お、行くか。あー、逃げられた。なかなか生きてるやつを捕まえるのは難しいですね。ようやく一匹捕まえましたね。すごい、もりもり食べてますね。これで一通りみんなにご飯行き渡りましたね。次はちょっと大量保管に難があるので、また何かいい餌が手に入ったらこの子たちに与えていきます。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。